ジョリちゃんのリミです。はい、お久しぶりですね、リミちゃん。やっぱしもちゃんって言おうとしちゃったじゃん。はい、今日はなんか何してくれる？ママの日。ママの日、母の日。そう。え？それで、お昼ご飯を作ってみたいと思います。素晴らしい。リミちゃん本当に作ったことないよね。はい。やばいね。久しぶりに結んだ。ん？そう、ちゃんとね、エプロンも黒黒で見えづらいんですけど、一応これね、エプロンしてるんですよ。ね。リミちゃんはね、エプロン持ってて、で、髪の毛も久しぶりにね、結んだという、ね。ほっぺぷくぷくぷく。ほっぺぷくぷくはしょうがない。それ余計ぷくぷく、余計ぷくぷく、こうやってなると下向いた方がいい。やばいな。ああ。はい、じゃあしーちゃん。ん？ん？しーちゃん？しーちゃん。しーちゃんは今はいないんですよ。しーちゃん作ったやつ。ちょっと。おいしい。ん？あ、そうそうそう。これね。これね、ここに置いてあるのはちょっといろいろしーちゃんが作ってくれたやつ、母の日。おいしい。おいしかったね。今日でしょ。まだいっぱいある。はい、じゃありみちゃん、なんか今日は何を作ってくれるって言ったっけ？チャーハン。チャーハンですね。じゃあ今手ね、すごく綺麗に洗ったので早速ね、作っていってもらいたいと思います。はい、はい、じゃあ今日はちょっとね、材料があるものでなので、ちょっとお肉とかないので、ソーセージと卵とネギがあったので、この3つでお願いしようかな。香味ペースト。そう、香味ペーストで味付けしたいと思います。じゃあまずソーセージを切ろっか。おいしょー。切れるかな、りみちゃん。これもあっちゃい、こういうやつ、うん、なんか6個。気をつけてね、手。このぐらい？うん。大丈夫かな？こう、こうやって。そうそうそう。切れた。うん。あっち行け。リミ下手だ。ね。え？しょうがないよ。手気をつけてね。まあ一応子供の包丁を使ってますので、そう簡単に手は切れないと思うんですけど。でも大人の包丁一回使ったことある。怖い。はい、じゃあ頑張って全部切るんだよ。まずここから、そこから始めますね。できるかな。切れた。うん。切れた。おい。これも入れる？うん。これ。入れる。全部入れてる。それ。これこれ。できた。できました。はい、切れました。 OK。 いっぱいだ。そしたら今度卵を溶きましょう。どこで？あの、コンコンって言うと割れる。次は卵を割ります。はい。でもひび、うまく、あー、大丈夫かな。大丈夫。久しぶりに割ったから。やべえ。え、やべえ。大丈夫かな。殻入れないように。やー、あー、変な割り方。ごめん、ぽいぽい。じゃあ、あと割っちゃおう。びっくりした。なんかある意味、卵ってさ、うん、ずっと考えると怖くなっちゃう。なんで怖くなっちゃうの？これってさ、うん、
子供の鳥のやつは溶けたやつでしょ。なんか白いの。そういうこと考えないの。なんか白いの。そんなこと考えたらみんなそうじゃん。お肉だってもともと豚とか牛とか。豚ちゃんは切っちゃダメ。豚ちゃん切っちゃダメ。そう。じゃあ一回手洗う。洗う。できた。できたよ。できた。できた。できた。はい。そしたらそれを箸で。これ？うん。今プリン作ってみた。プリン？買った方が美味しいけどね。見て200。これはね、脳みそとかが詰まってるんだよ。やだやだ、怖い。溶けた？うん、うん、このぬめぬめはね、なんだと思う？何ぬめぬめ？そういうことか、やだ。終わった？終わった。はい、そしたら今度フライパン登場だよ、もう。はい、じゃあ油をね、ちょっとね、うん、ストップ、うん、気をつけてよ。はい、ストップ。こんなもんでいいかな。こんなもんかい。はい、おいしょー。で、ちょっとこう、そう気をつけてね、熱いからね、やけどだけ。なんでさ、うん、油って引くの？油引かないとさ、くっついちゃう。うん、はい、そしたら次いいですか？はい。そしたら卵を流し入れるの。全部バーって入れちゃって。真ん中とバーン。うん。火つけてないよ。あ、ごめん、火つけなきゃ。こう？そうそうそう。で、卵流し入れて。拍手。で、なんて言うんだろう、ちょっと半熟っていうか、ちょっと固まってきたら、うん、ご飯とかも入れちゃっていいみたい。これで混ぜ混ぜ、うん、ママは一回ね、卵取り出しちゃうんだけど、うん、一回卵をね、ちょっと形状にしたら一回フライパンから下ろして最後にまた混ぜるんだけど、リミちゃんもそのままやっちゃいましょう。もうご飯とソーセージを入れちゃいます。ご飯ちょっと重いよ、熱いよ、気をつけて。こうやって、そうそう、全部バッて入れて。そうそう。あとソーセージも入れちゃいますよ。はい、そしたら混ぜてください。よく炒めますよ。ご飯多いからちょっと疲れちゃうかもしれないけど頑張って。お、すごいすごいすごい。おりゃいや、お箸いらない。お箸いらない。それだけでできる？わかんない。気をつけてね、触らないでね。フライパン熱いからね。さっきね、ちょっと触って。うそ、やだ、やめて。やけどするよ、普通に。で、ギブアップだったら言ってね。無理しないで。ギブアップ？早くね。え、ギブアップ？どうしよう。でも本当怖いんだけど。ネギも入れちゃいましょう、ここで。いい感じ、いい感じ。ちょっとだけ重い。重い？うん、すごいすごい、頑張ってる。おい、あー、おい、こぼした。こぼした。おいしょ。いいね、いいね。おいしょ。
はい、じゃあ香味ペーストを入れよっか。だんだん具材、そうだな、一回り、うん、とりあえず一回り入れてみよう。ぐーで、あと半回り、ちょっとあっち側にちょっと入れよう。全部一周は多いからね。ない、うん、そんな感じ。それでいいよ、もう。ほんと？いいかな。うん、あと混ぜよう。混ぜよう。リミ特製のオムライスができるよ、うん、チャーハンでしょ。チャーハンでさ、ちょっとさ、オムライスじゃない、チャーハン、胡椒で、ちょっとあの風味付けにこれ、このガーリックとこれ大好きなやつ、塩コショウとガーリック入ってるやつ、これをちょっとだけファーってかけようか。ファーってね、もうちょっとあっち側もかかった、全体にかかった、オッケー、いいよ、あ、いいよいいよ、はい、オッケーオッケーオッケーはい、じゃあこれで混ぜ混ぜしてください。一粒落ちたご飯、ほんと翔さん大丈夫、くしゃみして。じゃあちょっとひたすら混ぜましょう、リミちゃんね。今もうさっきのやつに疲れて、あできました。はい、はい、できました。リミちゃん初だよね。初料理、初、初料理、初だよね。作ったことないよね、今まで、うん、最初からは直だ。そうだよね、混ぜるだけとかはないか、うん、卵混ぜたい、混ぜ、混ぜ、そうだね、卵混ぜることは結構よくやってくれてるよねはい、こんな感じで美味しそうだよね、なかなか美味しそう、めっちゃ美味しそう。で、しほちゃんが今日作ってくれたケーキ、めっちゃ可愛い、美味しかった、はい、食べちゃったね、美味しかった。まだまだいっぱいあるので、食べたいと思います。はい、はい、ということで、はい、いただきます。ありがとうございます。はい、いただきます。美味しいやつじゃん、これ。よいしょ。どう、リミちゃんが作ってくれたチャーハン。おいしい、うん、うん、おいしい、おいしい。どうですか、自分で作ったチャーハンは。どうですか。おいしい、いい感じ。キロンが食べたい。キロンも食べたそうにしてるはい、じゃあね、うん、またね、なんかね、作りましょう。はい、はい、それでは、バイバイ。